どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのモンスター作りました。使ってみましょう。ナイトウォーカーの L サイズですね。ステータスは攻撃力以外はカンストしてます。で、スキルですけども、賢さアップ4、爆風ガード SP2、グランスペル SP となってます。耐性はね、結構いい感じになってると思います。まあ、休みとか麻痺とかね、眠りなんかにはすごく強いので、まあ最近流行りのパーティーには強いかな。はい。まあそれプラスリリパッドとワルボーのパーティーでちょっと試してみましょう。それでは対戦お願いします。なるほど。でもね、休み体制はかなり積んできてるので、休みになることはないと思う。頼むよ。まあ、ですけども。いけ。で、ルバンカね。はいはいはい。わかってるわかってる。いや、効くか。OK。とにかく攻めに攻めて、オッケー、もう一発いけ。なあ、いかんか。山彦でね、もう一回攻撃がいけば最高なんですけど、うわー、あっちは2回来てるね。じゃあもう悪棒で身代わりをして、どうだ。で、次が来るぞ。あ、そこまでない。いける。で、おたけびね、効くんだよね、効くんだよね。もう一発、もう一発。うーん、いくか。よし、 OK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 。 ありがとうございました。では2戦目よろしくお願いします。あっちもワルボーがいるか。で、キラーシャドウね、キラーシャドウね。でも、もう即死は効かんと思う。おそらく即死はおそらく効かん。で、身代わり、分かってる分かってる分かってる。あー、絶対レード。おお、結構あれだね、耐性積んでるね。あー、で、根に持つタイプね。オッケーオッケー、期間期間。やっぱ即死は結構積んできてるんで大丈夫ですね。いや違う、絶対防御。あ、絶対レード効くか。ザラキはね、うわ、効いてる。でもね、荷物タイプで、うっそ、効いてるわ。もうちょっとこれはまずいね。オッケー。で、リリパッあとは身代わり。このね、おたけびが結構嫌だよね。耐性積んでるつもりなんだけどね、そうでもないんだろうな。もう一発。あ、ダメだ。やまびこも来い、やまびこ来いよ。ナイトウォーカーは休みにはならんよね、多分ね。確か無効にしてるんで。あ、いや、でも聞くときは聞くよね。どう来る。やっぱりおたけびなんだよな。オッケー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 。体勢積んでよかった。よし、ナイス。もう一発、ナイス。
いいね、ありがとうございました。それでは3戦目よろしくお願いします。光の番人か、いやいや、まあ問題はないとは思うんですけども、でもフェアリードラゴン多いね。フェアリードラゴンがもうとにかく多い。 OK、 いつも通りのやつでいきます。3択ね、多いよね、聞くんだよな聞くんだよな、聞いちゃうのよね。はいはいはい、で嫌がらせね、はいはい、分かってる分かってる分かってる、聞くな、ダメージでっけえな。はい、あーでもそうか、おたけびが効くのかこの後に。いやフェアリードラゴンやばいね、結構耐性積んだと思ったんだけども、いやダメですね、厳しい。いや光の番人をやりにくい。ありがとうございました。はい、ということで今日はナイトウォーカーを作りましたので使ってみました。強い強いんだけども、ちょっとねフェアリードラゴン強すぎ。休み体制結構入れてたと思うんだけどな。休み激減でしょ、激減じゃダメなんだろうね、無効にしとかないとダメなんだろうな、どうしてもね受けちゃうんだよね、難しい。で、ワルボーも、休み激減なんだけども、いや、それでもね、効いてくるんだよね。むずいなぁ。まあ、ちょっと休み対策が、結構、必要だね。フェアリードラゴン、本当に見るので、なんとかしよう。はい。まあ、とりあえず、ナイトウォーカーは火力抜群なので、おすすめです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。